Thank you.
くのにめっちゃ指削れた。なるほどですね。温かい目で結構テンパってますもんね。
みんな緊張してます。多分。ガチで。竹内さん緊張してないでしょ。リアルガチ。嘘。しないですよね、絶対。まあまあ飛んでるよ、まあまあまあ。飛んでますか。そう、ひよこなんで。はい。じゃあメンバー紹介しますか。しちゃいますか。どっちから行きますか。あの年の順から。年の順。年の順が若い方。わかりようか。どうぞ。じゃあギターの長谷川さんです。はい。はい。なんか聞いたところによると、ギター買った時に奥さんにこれで最後やでって釘刺されたらしい。いや、まだ買えますけどね。今は最後です。持ってきたお金全然足らなかったらしい。ローンで言うてことです。かっこいいですね。ストラトに変えてから音でかくなりましたんで。さっきのロック好きやから。ダイエッターとかむちゃくちゃ音でかいですからね。ほんまはもっと大きい音したいんだけど、やっぱりリンジがあったから、あれはちょっと抑えてるんですよ。抑え気味であれ、はい。若い順でいくと竹内さんらしいです。ベースの竹内さんです。竹内さん、そのベースは新しいんですか。なんかハゲてますけど。これ一応おにゅうや。見えませんけど、僕はおにゅうや。あまりにもボロでね、こうたときにこの裏はね、塗装剥がされとったりね、むちゃくちゃやったんで、いきなり修理出して、色剥がしてもったらまた色塗ってもったり、フレットこのフロフレットも変えてもったり、電気も全部こ変えて、ほぼサラやんっていう。サラかったらよかったんだけど。結構ね、コータはいいけど結構金かかりました。いやいや、もう維持でも使えますね。もうハゲてますけどね。よろしくお願いします。近くで見たら。はい、お願いします。はい、キーボードの森田さんです。なんかこのジョニーハイをやろうって言ったのが森田さんらしいです。エノン好きで、エノンにハマってる。女心がめっちゃ分かってる歌詞。私歌詞あんまり聞いてないけど。え嘘。音楽あんまり歌詞聞いてない。なんか説教臭くて嫌だな。でもエノンがいいの。エノンは音楽がいいですよ。私さっきの歌詞の女の人が意味もなく薄めがちに、メイク動画を薄めがちに眺めてたっていう歌詞が女の人にしかわからない。私メイクせえへんからわかるんでしょ。だからメイク動画忘れた。はい、ということで、ドラムサムラサムラさんです。サムラさんはお二人の後輩らしくて、もういつもスタジオ入ってる時もコテンパンにやられてます。あ、大学の後輩、もろに大学のサークルの後輩の。初めて見た時そこまで言いますかってなりました。っていうぐらい、ほんまコテンパンなんです。いや、我々は、まあ、別に悪い先輩じゃないんで。愛のある。でも、周りで見とったら、めっちゃ怖いですからね、二人。極悪先輩。ぬかに行くに行くの。はい、ということでお願いします。あ、これでボーカルゆかりです。お願いします。忘れないでください。給食のお姉さん。そう、小学校で給食作ってます。昔
昔姫路で一緒にバンドやってたの。そうです。スーパーフライのコピーバンド。なぜか、なぜか私スーパーフライやってた昔。やってましたね。そこの当時僕喧嘩して僕辞めた当時のバンマスがなんか人足先ここで撮ってめっちゃショックやったんで先越されためっちゃへこんでました竹内さんということでは、はい、はい、そういうエピソードであります、はい、じゃあですか、そのままでいいですか、はい、はい、ちょっと何曲いきましょうかあの難しい、はい、難しい曲多いんで特に難しい。いやよくやる。まあ難しい。頑張りましょう。はい。多めにできるんですので。お願いします。苦しゅうない苦しゅうない私が愛想尽くすことなんてもない気がするから嫌われるって怖がって願い想像したのにならすかもしれないわ。
はい、ありがとうございます。Bye.
ありがとうございました。アンコール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 思いがけのアンコール、ありがとうございます。じゃあアンコールはちょっとしっとりめの曲で終わりたいと思います。はい、はい。Thank you.
ありがとうございました。ジョニーハイデビューライブ、これにて無事終了いたします。ありがとうございました。イエーイ、会話読んでください。